改めて交渉の場をいただければ十分でございます。父上、父上、おお、ご無事でしたか父上。さあ一緒に逃げましょう。お待ちください、兄上。今主だった者に召集を。そんな悠長なことを言っている場合ではない。すぐにでもまた地揺れが起こるとノリコが言っておるのだ。ノリコ、どうして地揺れのことを兄上が。何者なのですそのノリコとは。こいつだ。これがノリコだ。門の向こうからさらってきた連中の生き残りよ。おら、さっきの話皇帝陛下にも聞かせて差し上げろ。さあ早く。お願いを許して。日本語。ゾルゾル様。私たちは自衛隊を助けてあげる。帰れるの？ええ、絶対に連れて帰る、日本に。まさかこんなところに日本人がいるとは。どういうことでしょうか陛下。これは何かの手違いだ。どうやってここに入り込んだかはあえて聞くまい。だが命運は消したようだな。俺に手を出した罪の重さ思い知るがいい。嫌な男。富田、栗林、各自の判断で撃ってよし。了解。やれ。また廃棄にするなよ。向こうの出方によります。何をやっている。隊列を組んで応戦しろ。よろしい。腰抜けどもか。さて王子、あなたは先ほどこちらの女性を生き残りとおっしゃった。それはつまり他にもさらってきた者がいるということですね。答える義務がどこにあるというのだ。そうですか、栗林。了解。娘が、舐めるな。さて、そろそろ答えていただきましょうか。